農業委員会は各市町村に設置されている行政委員会です。農地の有効利用や担い手の育成など地域に根ざした活動を行っています。市の農業委員会では昨年の改選で女性委員が増えたことから、女性農業委員や事務局で構成するレディースセブンを立ち上げました。女性委員が農業委員の取り組みや活動を紹介し、市民に知ってもらうことを目的としています。この日は情報交換会を兼ねたそば打ち体験が行われました。会には女性委員が声掛けをして集まった市民や関係者などおよそ30人が参加しました。農業委員会だよりっていうお便り年に2回出してまして、今回その取材でこちらにお邪魔したそうなんです。でその時にまずそば打ち体験もやってるよってことで、まずほとんど皆さんやった時ないもんだから、それやりながらまず地域の人たちにも少し参加してもらって、農業委員会のほら宣伝と、あと地域でまず何か課題出る課題みたいなものを聞ければいいなということで今日は企画しました。講師を務めたのは石沢学校食堂や石沢そば氷の会の人など6人です。はじめに講師が打ち方の実演をして、生地を乾燥させないよう手早く伸ばすことなどのコツを説明しました。この後参加した人たちが市内のそば粉を使ってそば打ちに挑戦しました。参加した人たちは綿棒などで生地を均等に伸ばした上で、そば用の包丁を使って太さが揃うよう慎重に切っていきました。出来上がったそばはお土産としてそれぞれ自宅へ持ち帰りました。できました。どうでした？なんとかでしました すごく難しかった。食べるのは簡単だけど。また昼食では石沢学校食堂の人たちが打ったそばをいただきながら情報交換会が行われました。今日のそば打ち体験参加されての感想を聞かせてもらってよろしいですか？いや、楽しかったですが、やっぱりプロはプロだなと。簡単に域にはもう達することはできないなと。でも本当に楽しかったです、はい、楽しかったですが、とてもこう心配でした。自分にできるかどうか心配だったんですけども、ご指導も良かったし、とっても楽しく自分でもできるなっていう気持ちになりました。また会ったらやってみたいと思います。ユリホン農業委員レディースセブンでは今後もさまざまな企画を考え、農業委員会の周知と担い手不足の解消などに取り組んでいきたいとしています。